昨日ぶりくらいかな。よろしくね。じゃあキャッチフレーズします。はい、48グループ1のいろじろ AKB48 チーム8チーム A 兼任の長野セリカです。セリカって呼んでください。セリカよろしくお願いします。あれ昨日してたよって来て、あ、そう昨日したっけ。昨日のお昼マジか、覚えてないそうだ昨日だ、ネモステレビ見てねみたいなこと言ったよね忘れてたわ怖とか言わんといてよろしくお願いします。今日はピンクのトレーナーを着ています。新しく着ています。ピンクっぽいラベンダーっぽい感じのやつです。春っぽいよね、アディダスオリジナルです。チームメイトの特別ルーム配信あるんだね。そうなんです、すいません、時間かぶっちゃった。8時からでしたね、チームメイトの配信も。まあそっちも見つつこっちも見つつみたいな、二刀流でよろしく。わざとだからわざとなわけないでしょ。そうかぶってしまった、お知らせしてからやばってなって、でも8時からできるしなみたいな、まあ、そういうことでやってますけれども、今日はレッスンだったんですよ。よ。レコーディングもしてきたし、本当はめっちゃ遅く終わる予定だったけど、3時間ぐらい巻いて帰ってきた。すぐ。ご飯何食べた？ご飯は。お昼に食べようと思ってたおにぎりと、スープ、トマトのスープ。ベロやけどしたんですよね。暑かった。いて、ベロやけどしたの。って感じ。で、サラダ。スーパーのサラダ買ったんですけど、ちょっとあんま美味しくなかった。うーん。朝はバナナオレ。何サラダ？チョレギサラダ。なんかわかめが乗ってたんですけど、わかめがあんま美味しくなかった。わかめ、わかめどっちでもいいんですけど、今日は何話そうかなみたいな感じで、どうしようかなみたいな。開始6分ですけど話すことがなくなりました。で、私インスタに載せる写真がまだないんですよ。今日の終わった、あ、彼女感出てたよ。 TikTok、 そう TikTok 載ってるんで見てください、公式の。なんか
なんだっけ、彼女感、彼女ですよみたいな動画が今載ってるんだよね、うん、TikTok のやつに、公式のやつに。それも見てください。ママに撮ってもらいました。勝手に彼女面しないでほしい。してませんけど。外だと髪の毛だいぶ赤く見えるね。そうなんですよ。あの時は確かめっちゃピンクだった。で今はもう全然違う。娘感出てた。娘、そう娘だからね。仕事以外で今年の夏は何がしたいですか？花火、なんとか花火、手持ち花火がしたい。あとはなんだろうね、でも景色のいいところに行きたい。そうですね、バーベキューも確かにしたいね。バーベキューもいいし、夏ってでも結構やることいっぱいあるよね。お祭りとかも行きたいし、心が疲れてるの。疲れますよね、そりゃ。でも普通に疲れてなくても綺麗な景色のところには行きたいなって思うよね。みたらし団子美味しかった。あのね、川越でその食べたお団子、黄金団子って言うんだけど、あの味噌味のお団子で、みたらし団子ではないんだけど味噌味で甘くなくて美味しかったよ。確かに浴衣着たいです。私浴衣着よう、今年夏。浴衣を着て写真を撮ってインスタに載せるっていう、それをします。多分お話し会で、まあ着れたら着たい。あ、5月19日キスバイ8、18時申し込んだって。あのそう、私キスバイ8の19日の夜18時公演のやつでなんかお見送りやるらしい。その19日の18時だけお見送り出るから来てねみたいな。はい、19日、先行で外れたよとかっていう人は一般で申し込んでいただいて、19日行く気なかったけどセリちゃんがお見送りで出るなら申し込みますみたいな感じでよろしく。そう、平日なんですけど、平日なんか土日より平日の方が特典盛りだくさんみたいな感じなわけよ。なんでは来れる方はぜひ19日お見送り参加してください。夜です、夜18時。もともと全公演行くからって来て、さすが。そう、全公演来てくださる方もいる。すごすぎ。飽きられないようにしないと。
稽古は順調っちゃ順調かもしれない。A の公演のリハも始まって、こう、違うか、こう、楽しみ。お芝居も楽しみ、ライブパートも楽しみ。ねえ、ライブパート何やるんですかね。私はまだわからないけど、何やるかそれも楽しみ。チーム三角、え、そうなの。私なんか三角になるの A に見えない。チーム三角だよねこれだと。無理。せいちゃんのプロマイドあってた。引き当てたい。ぜひぜひぜひ引き当ててくださいませ。私の何ブロマイド、うん、指が短いから、え、こうこう向いてない説。三角やねんけど、どうしたらいいの。爪伸ばしたらいいんかな。ちょっとむずいわ。フォーはこれだからね、これでいけたんだけど、まあ日が経つにつれてそのポーズもうまくなるでしょう。タタン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 。水族館行きたいんです私。なんかわかんないけど、水族館に行きたくて、水族館行きたくて。普通に一人で、でも一人ってあんま行く勇気ないっていうか、絶対家族連れとか多いやん。全然一人単独行動行けるタイプなんですけど、水族館とか遊園地はちょっと行きにくいなと思う人なんですね。なんか見たい魚いるの？いや普通に魚も見たいし、なんかえいえいみたいなみたいな。えいって知ってる？みんな。あとはなんかそう、さくなんかめっちゃ癒されそうだなみたいな、なんか神秘的っていうか、魚が泳いでるところを見てこう癒される。昔はなんかその遠足とかで水族館に行ってもうん、むって感じだったけど、なんか最近テレビとか見てて、なんか水族館の映像チラッと映ったりしたら、え、行きたいって思うようになったのね。ちょっと大人になったからかもしれないけど、なんか水族館行きたーみたいな思ってるんですね。はい。心疲れてる。いや疲れますよそりゃ。でも大丈夫。そうね、なんかいいなと思って。
エイの裏側笑ってる人に見える。確かにエイとおもろいよね。ちょっと私昔エイを触ったのをきっかけに、なんかすごいエイに親近感湧いちゃって、なんか水族館行ったらエイみたいなと思っちゃうわけ。そうエイヒレ美味しい。いや水族館の話して美味しいとか出てきたらちょっと残酷だよね。エイからエイの話エイの話してると思ったらエイだったエイです、エイおもろ。いや本当にまあそんな感じで行きたいなみたいな、行ける時間があれば行きますわ。明日ゆっくりなの。明日わかんないですけど、お稽古はあるっちゃある。ゆっくりだったはず。誰か誘わないの。まあ一緒に行ってくれる人がいたらそれ一緒に行きたいよねでもなんかリラがランリーいるじゃん、卒業したけど、リラがアフタヌーンティーに誘ってくれてて、だからそれは行きたいなって思ってます。マジで最悪、ベロが痛すぎて本当に。セイカがやさぐれてるってきてそう？やけどって何でしたの？トマトスープ飲んだから。もう最悪なんか熱そうと思ったけど、フーフーしたらいけるかなと思って口に入れたら痛かった。熱と思って、そんなことは何でもいいんですけど、今日のインスタ写真撮らないと。猫じ、そう猫舌かもしれない私、かもっていうか猫舌です。ストックなくなったのか。そうです、スタックなくなりました。やばい、もう明日の分もないし明後日の分もないし最悪。もうもう空の写真とか載せるか疲れてるそんなことないんだけど、あのそうだね、ちょ気をつけな、本当に病んでる人みたいになる。もう発言がね、気をつけるわなんか赤
今日のレッスンに3日ごとに違うだけやから、もう3回取ったらもうそれでおしまいやね。でもまあ季節が変わって半袖で空の空を見上げて誰かのこと思ってますかって添えれば空の写真でもいける。なんか急にポエマーみたいなポエム来たみたいになりそう。なんかその歌詞を知ってる人はああ呼んだのねはいはいってなるけど、急にそんな載せたらセリちゃんついにそっち系行くのってなる一番遠いよね。ポエム。あ、今日、昨日と今日は寒かったけど、明日も寒いんですかね。雨？曇り？明日も雨？明日は普通。なるほどね。すぐにやったのに、なんか風と中途半端にふわふわふわって降ってくる雨のせいで、もう髪がもうふわふわになって前髪が大失敗した人みたいになるわけ。もうしかもこうふわって巻いていくやん、巻いていくやんって急に関西でこう巻いていったやつが雨と湿気でこうまっすぐになるわけ。もう前髪今長いんで目の下ぐらいになっちゃ こう巻いていった意味みたいな、あの時間をは何だったのってなるんですね。はい、降るならちゃんと降ってって感じですよね。本当にあのふわふわしたなんて傘さす？刺さないみたいな気まずみたいな感じになるやんねえなんとかして屋根のあるところ歩こうとします。確かに外国人に憧れてるからあんまり刺さない。いや、どこに憧れてそれに来た見に来たのにサスペンスドラマみたいな配信どういうことそれハラハラするってこと。嬉しい。でも私の配信を見て癒されに来ようとしてくれるのが嬉しい。実際そうじゃなくても、あの癒されなくても、いや決して私の配信を見て癒されに来たとして、全然癒されなかったとしても、なんかそうやって言ってくれるのは普通に嬉しい。褒め言葉だねそれ。めちゃくちゃ褒め言葉。でもサスペンスドラマみたいな配信、目が離せないってこと。ありがとうございますよくわかったわ。
メンタル削られに来ました。それは大丈夫ですかね。めっちゃプラス思考。はい、前向いていきましょう。サスペンスセリカ、サスペンスセリカとは。巻いたならワンピース見ると思ってた。見ました、見ました、見ました。今ビッグマムがサンジンとプリンちゃんとシフォンちゃんが作ったウェディングケーキ食べてめっちゃ歌ってるみたいな。で、あー美味しかったってところでバーンって終わった。もうもうそろ、今ホールケーキアイランド7の半分ぐらいかな、半分もいってるかな。そう、でもやっとやっとケーキ食べたって感じ。っていうかもうプリンちゃんが可愛すぎて好き。ジェルマダブルシックスの方々が最後サンジをなんか守ろうとっていうか、サンジに向けられた攻撃を阻止しようとしているところにもちょっと感動したよね。なんかやっぱルフィの人柄がいいからか、こういろんな人がそのルフィを守ろうとしてるのが素敵と思った。あと一味とかその周りの人が、敵以外の人がルフィは海賊王になるっていうのをなんかこう信じてるっていうのがいいよね。なんか信頼というかそこも素敵と思うよね。早く追いつきたい。ワノ国めっちゃ長いって聞いたんでちょっと覚悟してみないと。ホールケーキアイランドもまあまあ長いと思ったけど。うん、追いつく速度半端ないけどね。いや結構頑張ってる方だよね意外と。映画の予告は見た？見たかな？分からん。でも見た気はする。見てないかな、ちょっと覚えてないから見てみる。ワンピースの最終回は生きてるうちに 見れるか心配。見れますよ、生きていきましょう。チャン
メス猫役って来てる。あ、配信見てるの、キスバイエイトの配役発表されてる感じ。やだん、恥ずかしい。あ、でも動画撮ったわ。そうですよ、浜瀬里奈瀬。そうそうそう、あかねちゃん名前までバレてんの恥ずかしい。めっちゃ面白いと思う、メス猫キスバイエイト。そう、彼女役。あの、七瀬の彼女役みたいな。七瀬のではないか、七瀬のではない。今彼女感って流行ってるからね、ちょっと頑張って出していきますわ、彼女感。役作りだったのか、あの TikTok。 あん時は役知らないから全然あれですよ。彼女歌うしか、いや彼女カラオケ配信で歌おうって思ったら入ってなかった。え、彼女だっけ、いや分かんないけど入ってたかな、忘れた。あかねちゃん見に行きます、はい、ぜひ。あかね、あかり、私なんて名前だっけ、あかね、あかねか、あかねだよね、はい。猫に見えてきた、猫に見えてきた、猫ではないからね。あなたの名前はセリカよ、ありがとう教えてくれて。セリカが心配な夜、心配ないさ。そう、こういうとこが心配されるんですよ。はい、すいません。やばい、インスタの写真ないんだった。ライオン。心配ないさ、そうだね。失笑、あんま面白くなかった。大阪公演改めて見た、ありがとう。そう、映像倉庫で大阪ツアー見れます。なんか大阪ツアー見れる機会多くない、なんかアマゾンプライムとかもそうだったし、なんかね見れる時多いよね。またなんか公開されてると思って、まあ DVD 発売されてないしね。映像倉庫見てください、大阪ツアー。だってもう3年前とかですよね、めっちゃ前やわ。
早すぎ、それな。ほんと早い。大阪ツアーはコントがめっちゃ面白かったな。もうめっちゃ面白かった、本当に。ブルーレイで欲しい。そうだね、私もそう、ブルーレイで見るかどうかは分かんないけど、私の場合は。でも普通にそのものとして欲しいよね。あの時17だもんね。え、私もう21歳、4年前、17歳だ。え、17歳だっけ。早いね。でも17歳も21歳も全然変わらん。19年、18歳。平成ってきて、やっぱ4年前。変わったな、髪の色。確かに髪の長さも変わった。早く声が出せて盛り上がれる声になるといいね。ね、なんか私はもう最近はもう声を出さないっていう、もう皆さん無言のライブとかが当たり前になってるし、拍手が唯一の皆さんからの歓声なんですけど、昔はあのね、コール、こう一フレーズ歌うたびに「セリカ」とか「誰々ちゃん」みたいな、あとミックス打ってたりとか、ファンの方が、そういうのでめちゃくちゃ鳥肌が立ったんですけど、なんかそれがないのは確かに寂しい。なんかその歓声がなくなった時は「え?」みたいな、リハーサルですかみたいな感じだったんですけど、もう今は全然慣れちゃった。それで、で昔の映像とか見ると歓声がめっちゃ聞こえてきて、あ、めっちゃいいなって、やっぱコールがある公演はめっちゃいいなって思いますよね。ねん、だから早く戻ってほしいね。無観客よりは、そうだね、無観客はほんとそれこそリハーサルですかって感じ。リアクション欲しいよね。そう、 MC とかもさ、なんか笑ってんのかさ、いや MC はちょっと暗示しないけど、なんか笑ってたよ昔は。で今はまあクスクスみたいな聞こえてくるけど、あんまりなんかね出してないじゃん。まあ本当に面白くないのかもしれないですけど、でもまあそう、 MC とかもねあれだったよね、声出せないのもあれだったよね。あとお見送りで声出しちゃダメみたいな、ありがとうございましたみたいな、こっちは言えるけど、ファンの皆さんはマスクこの感じだもんね。いや笑い事じゃないんですけど、本当に寂しいよねっていう。
だからさ、こう手振ってさ、なんかやっぱマスクしてると目で笑ってる人は分かるんだけど、なんか笑ってんのか笑ってないのか分からない時もあるから、たまにあれみたいな。じゃあそろそろランキングのお時間ですね。気づいて名前呼んでもらえるの嬉しい。マスクでも分かるのは分かるよ。目だけでも分かりやすいって言われる。あーでも目でも分かるよね。全然、まあ、ここが隠れたぐらいで全然分からなくなるわけがない。全然分かる。でも初めて会った時からもうずっとマスクで、急に取ったりとかしたら逆にあれってある。マスクの印象強い方はそうなるけど、昔握手会とかでこうマスクなしの状態で来てた時の方は全然わかる。あとお話し会とかな、分かりますね。目で物を言う男です。そうですか。お話し会マスクしないか恥ずかしいもん。確かにマスクで話してるからさ、普段マスク取ってくださいって言われた時はあ、ちょっと恥ずかしいみたいになるよね。どこで覚えてんの。でも普通に頭の中でこうスンって入ってくる、脳の中にこう入っていくの。はい、まあそんな感じで、あ、ランキング読みます。あ、間違えた、危ない、通報するところだった。危ない危ない、してないよ。よし、じゃあ読みます。13位、キティアットセリちゃん、今日のショールーム面白かったよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。12位、幻アット、インスタの更新待ってるよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。11位、まさのぶアット、今日の服かわいいねーさん、ありがとうございます。書いてないけど。10位、ウィングキットちゃんアット、せいちゃんお話し会いつも楽しいですさん、ありがとうございます。書いてないけど。9位、春風アット、せいちゃんレッスンお疲れ様さん、ありがとうございます。書いてないけど。8位、中心アット、せいちゃん今日トマトスープ美味しかった、美味しかったよ、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。7位、タクアット、今日もプライベートメール待ってるよさん、ありがとうございます。書いてないけど。6位、トリオヤジアット、せいちゃんの今日の配信も白かったので私も白くなりそうですさん、ありがとうございます。書いてないけど。5位、中心アット、せいちゃん明日の朝は何食べるの、きなこ豆乳飲みます、そうなんださん、ありがとうございます。書いてないけど。4位、プロスペクトアット、せいちゃんキスバイエイト行くよーさん、ありがとうございます。書いてないけど。3位、アッツアット幸せリカさん、ありがとうございます。それな、幸せリカ。あ、2位の方の韓国語が読めないんだけど、韓国人ですって書いてる。翻訳できる方お願いします。翻訳待ち。
すいません、なんか頼っちゃって。コメント止まった、できた。もしや誰もいないって。英語のとこだけ読むか。いいですか、それでもいいのかと。天狗英語も読めないっていうね。なんていうの、多分ハルピョンのファンなんだよ。ピョンズって書いてるから、ピョンズさんでいいか。ニーノピョンズさん、ピョンズアット、翻訳できなくてすいませんでした、さんありがとうございます。書いてないけど。そして1番ケイチローアット、セリちゃん明日からもお稽古頑張ってね、さんありがとうございます。書いてないけど、はい。ということで今日もありがとうございます。じゃあ軽くアフタートークして終わりますね、9時ぐらいに。直接言えないからこの場を借りてセリちゃん見れて本当に本当に嬉しいよ、いつもありがとうって来て、ありがとうございます。こんな今日はやさぐれ配信見てくださってありがとうございます。やさぐれというつもりはないんだけどね、なんかコメント欄ね、やさぐれ配信って書かれるんだよね。全然やさぐれてるつもりもないんですけど、ちょっと画面ずれてない、私こっちだね、中心ずっと私こっち側で今日やってたけど、また MJ モバイルやってね。はい、やります。なんかドボンより MJ モバイルの方が当たるのむずくないっていう。あ、ドボンもしますね。はい、ドボン配信しよう今度、次配信できる時覚えてたら。稽古場配信もそのうちありそうだね。ねえ、タイミング合えば出れるんじゃないかな、私も分かんないけど、まあその時はコメントとかよろしく。 iPad 使い慣れた、はい、なんかいろいろ便利、 iPad あることで。美咲ちゃんが出張公演でせりかちゃんと一緒に出ると嬉しかったって今日の公演で言ってたよ。え、嬉しい。荒牧美咲ちゃんでしょ、みるんちゃん、嬉しい、会いたい。ずっとインスタでは顔見てるんですけど、目いた、なんか今日千秋楽だって。え、そうなんですか、公園で私の名前を出してくれてんの、嬉しい、嬉しい、本当に嬉しい、会いたすぎる。みるんちゃんなんかめっちゃ気が合うのね、プデュの時になんか一緒で、なんか本当になんか気が合うんだよね、波長が合うっていうか、
なんかめっちゃ仲良くなって、そう私も出張公演の時にそう美咲ちゃんいるって分かって、もう嬉しいと思って会って喋って、なんかその何年前だっけ、コロナとかじゃなかったから普通にご飯行ったんですよ、その公演終わった後で。その時もお話しして、さえちゃんともねよくお話ししてたんだけど、本当に HKT の皆さんはもう本当にねフレンドリーな方が多くて、こんなちょっと若干人見知りな私でも、もうどんどんなんか仲良くなれちゃうぐらいコミュ力の高い方々ばっかりなんですね、 HKT の方々って。本当に話しやすくてありがたかったなって思います。嬉しい、みるんちゃんに伝えといてください、私も嬉しかったよって会いたいよって言ってください、自分で言えって感じなんですけどはい、プリも懐かしいよね、めっちゃ。コラボ配信待ってます。やばい、緊張してさ、なんか緊張しすぎるかも。目痛本当に今日めっちゃもう朝目晴れてもうやばかったんですよ、こっちだけ。もう本当に今は治ったけどね、目痛、気をつけよう、前髪長いからだ、目薬さそう。セイカの方が年上、いや同い年だったはず、多分。嬉しいな、教えてくれてありがとう、あの嬉しかったって、イエーイ。それじゃあですね、そろそろ終わりたいと思います。今日も見てくださってありがとうございました。また今度配信します。あ、やばい、インスタ撮らないと。じゃあまた SNS でこう会いましょう。はい、更新するんで。じゃあまたね、ありがとうございました。